アクティビジョン・ブリザード・ブリザード・エンターテイメント・ブリザード・エンターテイメントはアメリカ合衆国のカリフォルニア州アーバインにあるゲームソフトウェア開発会社。ゲーム業界で世界第3位のシェアを持つアクティビジョン・ブリザードの子会社としてデベロッパーとパブリッシャーの双方で事業を行っている。モッーはデディケ c テッドツークリエ e ティングザモーストエ s t Epic Entertainment e x p エえ九1991年2月8日、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の卒業生であったマイケル・モーハイム、フランク・ピアース、アレン・アドハムによってシリコンシナプス社として設立。1993年、自社タイトルとして、レースゲーム、ロックンロール・レーシング、アクションゲーム、バイキングの大迷惑を発売した。百九十四年、社名を 現在のブリザードエンターテイメントに変更し、リアルタイムストラテジーゲーム、ウォークラフトを発売した。ウォークラフトシリーズは、現在に至るまで、世界的に結出した人気を持つ RTS タイトルへ、成長した。1997年、アクション RPG、ディアブロを発売。これに合わせて、オンラインゲームサービス、バトルネットの運営を開始。 今日の MMORPG の先駆けとなった。1998年には、ウォークラフトの姉妹作にあたる、スタークラフトを、2000年には、ディアブロの続編にあたる、ディアブロ2をそれぞれ発売してそれぞれ人気作となった。2004年、ウォークラフトシリーズの世界観をベースにした、MMORPG、ワールドオブ・ウォークラフトを発表して、2008年に、 課金者数が1150万人を突破する大ヒットとなり2010年に世界で最もプレイされている MMORPG としてギネスブックにも登録されていた2007年フランスの電気通信企業ビベンディ社が自社のゲーム部門とアメリカのゲーム会社アクティビジョンを合併させた際当時ビベンディゲームズ参加であったブリザード社の名を採用して新会社名を アクティビジョン・ブリザード社とした。2013年、アクティビジョン・ブリザードは、親会社美便利社から株式を購入して、独立企業となった。2014年、オンラインカードゲーム、ハースストーンのサービスを開始、2500万アカウントの登録者を記録している。2016年に発売された、同社初となる、チーム対戦型アクションシューティングゲーム、オーバーウォッチは2018年に、 総プレイヤー数が4000万人を突破した。2019年には、香港でも支持を表明したハースストーンプレイヤーの大会出場停止と獲得賞金の取り消し処分を行ったことから、同社製品のボイコットなど物議を醸した。1998年には、エレクトロニックアーツからディアブロが発売され、2000年にカプコンからディアブロ2が2003年に、 ウォークラフト3が発売されたが、その1 0年近く日本でのサービスは行っていなかった。2011年の東日本大震災の際には、約190万ドルの義援金を日本赤十字社に寄付している。2014年からは、スクウェアエニックスを通じて、ディアブロ3、オーバーウォッチといったタイトルをリリースする。2018年12月27日に発売された。 ディアブロ3エターナルコレクションからは、ブリザードエンターテイメントが自社販売を行っている。シリコンシナプス時代には、バイキングの大迷惑や、ロックンロールレーシングなどを手掛けている。ありがとうございます。